参議院選挙後の岸田総理の姿は、国難に直面した一国の総理の姿とは到底思えません。よもや総理は自ら国難と否定されるこの状況下で、我が国ではなく我が家を優先されたのではありませんよね。立憲民主社民の石垣のりこです。総理、まず冒頭端的にこうお伺いします。総理はどこにおられるんですか。総理は一体何をされておられるのですか。所信表明演説で総理は、世界規模の物価高をはじめ、感染症危機やロシアによるウクライナ侵略など、我が国を取り巻く厳しい現実を列挙し、今日本は国難ともいえる状況に直面していますと述べられました。確かに総理のおっしゃる通り、今第二次安倍政権以降の失政の当然の帰結である悪質な円安とインフレ、それに対する岸田内閣の無策などによって、国難とも言うべき事態に直面しています。しかし、参議院選挙後の岸田総理の姿は、国難に直面した一国の総理の姿とは到底思えません。立憲民主党をはじめとする野党各党が、憲法53条の規定に基づいて臨時国会の召集を内閣に求めてからすでに2ヶ月近い時間が過ぎています。この間、総理は記者会見でメディアの前に姿を現すことはあっても、一切国権の最高機関たる国会に向き合おうとしませんでした。有権者の代表が集うこの国会から逃げ、姿を隠すことが国難に直面した日本の総理大臣のあるべき姿なのでしょうか。岸田総理、総理は所信表明で国民の皆様の声を正面から受け止め、説明責任を果たし、厳しい声にも真摯に謙虚に丁寧に向き合っていくと繰り返し述べられました。しかし総理、有権者の声を正面から受け止めるのは、有権者の代表が集まる国会ではありませんか。説明責任を果たすのは記者会見ではなくて、議事録が残り発言そのものに責任が発生する国会質疑ではありませんか。厳しい声にも真摯に謙虚に丁寧に向き合っていく必要があるのは、国権の最高機関たるこの国会の場ではないでしょうか。その国会に向き合うことがそんなにお嫌ならば、ご無理は申し上げません。即刻総理をお辞めください。岸田総理にとって、国民の声を聞くことと憲法53条を無視して国会を開かないことにどのような整合性があるのか、ご見解をお聞かせください。また岸田総理ご本人にも、為政者としての素質に疑義を抱かざるを得ない事態が発生しています。総理、内閣法にその職務が、内閣総理大臣の命を受け機密に関する事務を司り、または臨時に命を受け内閣官房その他関係各部局の事務を助けると規定され、まさに国政の中枢を動かす権限を有する総理の政務秘書官に、なぜ31歳のご子息を起用されたのでしょうか。総理は衆議院本会議で適材適所であると抜擢の理由を述べておられましたが、ご子息の能力や実績がどのように適材であるのか、この人事が未びいきではない理由は何か、具体的にお示しください。また秘書官の俸給を定める特別職の職員の給与に関する法律によれば、総理秘書官の俸給は内閣総理大臣に協議しなければならないとされています。すなわち総理はご長男の給料をも決める権限があるということです。よもや総理は自ら国難と規定されるこの状況下で、我が国ではなく我が家を優先されたのではありませんよね。俸給には月額にして最大およそ30万円もの幅がありますが、まさか同じ総理秘書官となられた事務次官経験者の島田秘書官と同等などという事態が発生するのかどうか、具体的にご答弁をお願いします。インボイス制度の導入が1年後に迫っています。インボイス制度はライターや編集者など言論出版に関わる方々、
プログラマーやエンジニアなどテクノロジー産業の基盤を支える方々、あるいは俳優や声優などエンターテインメント業界関係者に多いフリーランスの皆さんや、建設土建業界に多い一人親方の皆さんなど、個人で仕事を行う立場の弱い人々に大打撃を与えます。インボイス導入に反対し制度見直しを求め、声優の方々が結成したボイクションの設立メンバー海田裕子氏によりますと、インボイス制度の導入で声優のうち2割の方が廃業を検討されておられるといいます。総理は所信表明で構造的な賃上げの必要性を訴える中で、中小企業における賃上げや個人がフリーランスとして安定的に働ける環境を作るとおっしゃいましたが、インボイス制度が導入されることにより中小企業が活力をそがれ、フリーランスが廃業に追い込まれるならば、矛盾も甚だしいと言わざるを得ません。中小零細企業を守り、フリーランスの方々が安定的に働ける環境を作るためにも、インボイス制度は廃止すべきと考えますが、総理のご所見を問います。所信表明の結びで岸田総理は、信頼と共感の姿勢を大切にするとおっしゃいました。岸田総理の所信表明から一体何を信頼し、何に共感したらいいのか、私には皆目見当がつきません。今日第二次安倍政権以降の我が国が有効な手立てもなく、国難とも言うべき事態に直面していることには同意します。だからこそ国会を軽視し、何ら具体性のない表面だけの決意表明に終始するやる気のない内閣は即刻退陣いただきたい、そう申し上げて私の代表質問といたします。石垣のりこ議員のご質問にお答えいたします。臨時国会召集要求への対応についてお尋ねがありました。8月18日に行われた臨時国会の召集要求については、国会のことでもありますので、与党とも相談しながら対応を検討し、臨時国会で審議すべき事項等、こうしたことについてしっかり勘案し、準備をした上で、10月3日に臨時国会を召集することを決定したものであり、ご指摘は当たらないと思っています。10月3日の所信表明演説で、申し上げたとおり、私は国民の皆様からの厳しい声にも真摯に謙虚に丁寧に向き合っていくことをお誓いいたします。もとより国会での議論は誠に重要なものであり、誠実に対応してまいります。内閣総理大臣秘書官の人事についてお尋ねがありました。個別の人事について詳細はお答えを控えますが、政権発足から1年という節目を捉え、適材適所の観点から総合的に判断したものであります。現在内閣総理大臣秘書官は8名置かれており、この8名がチームとして相互に連携して総理大臣の職務遂行を常時サポートとしています。今回の人事にあたっては、休日深夜を問わず発生する危機管理の迅速かつきめ細かい報告体制等との緊密な連携、ネット情報、SNS 発信への対応など、諸要素を勘案し、秘書官チームの即応力の観点から、総合的に判断した次第であります。内閣総理大臣秘書官の俸給の額は、法律に定められた手続きに従って、適正に決定されるものと認識しております。その具体的な金額については、個人情報に当たることからお答えは差し控えますが、公設第一秘書を務めていた前職と同水準になると報告を受けております。インボイス制度についてお尋ねがありました。インボイス制度は複数税率の下で適正な課税を確保するために必要なものであり、その円滑な移行を図る観点から十分な経過措置を設けています。制度の円滑な実施に向けて、IT 導入補助金などの事業者の負担を軽減する支援や、フリーランスの方々を含め、免税事業者をはじめとした事業者の取引について、独禁法、下請け法等の取り扱いを Q&A により明確化し、各事業者団体への
法令遵守要請を行うなど、取引環境の整備等に引き続き政府一体で連携して取り組んでまいります。